本日病院に行ったら嫁20年を宣告されました。嫁20年がどのように影響するのか、どのような輝きを残して去っていくのか、私には和解も理解もできません。この世の中で子供たちは、嫁20年はあまりに気持ちいい、本日余命20年はあまりに長すぎる。あ、長いのか短いのか、今の私にはとても理解できない。気持ちいい。娘も妻も子供たちもみんなすくすくと育っていく中で、自分だけが立ち残されていくような気分はあまりに悲しい。20年はあまりに短すぎる。この苦しさ、悲しさ、神様、不公平だ、不公平で私をいたぶっているようにしか思えない。この世の中で神様、あまりに不公平だ、あまりに私に対して不公平だ、私がかわいそうでならない。嫁が短すぎる。私にはこの嫁では短すぎる。